ちは、室良ゆきです。将棋入門13のマナーとポイント。今回はいよいよ最終回です。今まで習ってきたところで特に大事なところをおさらいしていきたいと思います。それでは始めましょう。まずは金銀の動きをおさらいしてみましょうね。金と銀です。これは本当に間違いやすい駒なので何度も説明しましたが、金は前3つと横、そして下、この6箇所いけましたね。銀はどうでしたか？銀は前3つは金と同じですね。そして金とは違って斜め後ろ、ここには行くことができますが、この3つ横と下には動くことはできません。ですので銀の動ける箇所は1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、金より1つ少なくなりますね。覚えていましたか？これは本当に間違いやすい駒なので注意してくださいね。続いては駒の点数、価値ですね。覚えていますか？まずはこの歩の価値ですが、歩は1点ですね。そして香車は何点でしたか？2点ですね。桂馬は何点でしたか？3点ですよ。銀は何点でしたか？はい、4点ですね。金は5点。そして角は6点。そして飛車は7点ですね。覚えていましたか？そして次は駒がなったらどうなるかというのをやりましたね。はい、飛車は駒がなったらどうなりますか？3段目以上でなることができますが、なると竜に変わりましたね。竜はどういった動きをしましたか？竜は横と縦ですね。あとは王様の動きも追加されますよ。すごい強力な駒です。銀が成るとどうでしたか？これは成銀といって、この金と同じ動きをします。思い出しましたか？はい、続いては反則についても勉強しましたね。覚えていますか？まずは二歩ですね。同じ列に2つ以上歩が並ぶことを二歩と言いましたね。と金はいくつあっても大丈夫ですよ。他には二手指しですね。2手連続1手2手と指すことはできません。これも反則ですよ。負けになってしまいます。そしてもう一つやりましたね。持ち駒の歩を使って相手の王様を詰ます。これはできませんね。これを何と言いましたか？打ち歩詰めと言いますね。ここにあった歩を突いて詰ますのは OK ですよ。この違いマスターしてくださいね。そうですね、最後は行きどころのない駒やりましたね。桂馬は2段目より上に置くことはできませんでしたね。歩や香車は1段目より上に置くことはできませんでしたよ。そして王手をかけられた時はどうしますか？角で王手をかけられました。どうしますか？3つありましたね。1つは王手をかけてきた駒を取りますね。2つ目は王様逃げるですね。この場合ですと角のライン以外のところですね。こことこことこことここですね。ここに逃げるといいかと思います。さあ最後は何でしたか？覚えていますか？最後は持ち駒や盤面上にある駒を使って受けるんですね。今ですと盤面にあった駒を使って受けました。盤面に駒がない場合は持ち駒を使ってこのように受けましょう。最後は詰み形勉強しましたね。覚えていますか？金を持っていました。さて王様を詰ましてみましょう。やりましたね。大丈夫ですか？王様の頭の上に置く形、これを何と言いましたか？そうです。これはここに打ちまして頭金と呼びました。覚えていますか？それではここに金があった場合はこれはどうですか？これも詰み形でしたね。これは王様のお腹の横にある駒ですので、これを腹金と呼びましたね。ここに逃げてもここに逃げてもこの金で取られてしまいます。この駒を取ったとしてもやはりこの銀でこの王様を取られてしまいます。今は頭金と腹金を紹介しましたが、実際には頭金、そして腹金、そして尻金、3つの金での詰まし方がありました。さて13回の総まとめをしましたが覚えていましたか？特に難しいところですので、ぜひ覚えてくださいね。以上をもって全13回の講義がすべて終了しました。これで皆さんも自信を持って将棋が指せることと思います。お友達や家族のみんなと将棋を楽しんでくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。